皆さんごきげんよう、霊夢だよ、マリサだぜ。今回乗っていく車両は何かしら？今回の車両は4式中戦車試作型、いわゆる千歳戦車だな。大日本帝国陸軍の中戦車で、AB での BR は 4.7、チヌ2と同じ長方針 75mm 砲を搭載しているな。この 75mm 砲は、最大貫徹力 151mm を誇り、格上のティガーや IS-1 も正面から撃破を狙うことができるな。策略も多い方で、ドイツの 75mm やアメリカの 76mm あたりと比べると、ワンパンを狙いやすいな。ただリロードが同格中戦車と比べると少し遅いこと、砲弾が傾斜走行に弱いことには注意だぜ。火力はかなり優秀なのが分かったけど、防御力はどうかしら？防御力はそこまで高くないが、チヌと比べると強化されているぜ。車体、砲塔ともに最大 50mm だったのが 75mm に強化され、500m くらいなら格下の砲弾は弾いてくれるかもしれないぜ。側面も最大 25mm から 50mm まで強化されたが、まあ、個人的に一番防御力が上がったと感じたのは、車体でも砲塔でもなくて天板だと思うぜ。天板が 12mm から 20mm になったおかげで、機銃走車で抜かれることが格段に減ったぜ。車体も砲塔も防御力が上がったと反映、BR が 4.7 になっているから、チヌと立ち回り変わらないしな。案外ありがたい強化だぜ。ということで試合の実況ね。今回のマップはモズドク、初動は北側の要線を抑えて、開幕で B に突っ込む敵を狙いに来たぜ。拠点内にはカーベイ 1C と T34E がいるみたいね。あそこのカーベイ 1C を狙いたいけど、さっき倒した M6 の死骸が邪魔くさいな。ちょうど車体が隠れてるせいで、かなり狙いづらいわね。少し移動してみて、この辺りからなら狙えるかな。おっと、そこで前進しないでくれよ。ものすごく良いところで動かれたわね。向こうは撃たれたことに気づいてないのか、まだこっちを見てないな。今度も撃った瞬間に動かれたわね。エンジンに刺さったし、さすがに気づかれるかな。あ、こっち見てないわよ。ターレットリングのせいであまり加害してくれなかったな。それじゃ反撃できない間に、さっき通り過ぎたドイツチャーチルから料理していくぜ。路角チャーチル3撃破ね。残ったカーベイ 1C も操縦手抜いて終わりだな。これで2両目。カーベイ 1C 撃破、あとは右の M4A1 が狙えそうね。お、今撃ったな。M4A1 撃破で3キル目、あそこにいるアハトラも狙えそうだな。遠距離戦で相手すると面倒だから、早めに撃破したいわね。弾薬庫抜けるか？冗談、あとほんの少し左だったわね。もう一発撃てそうだな、少し修正して。車体後部弾薬誘爆でアハトラ撃破ね。一旦キルストを出したが、軽戦車が詰めてきたから J 抜けしたぜ。さっきまであんまり動いてなかったのに、キルストを出した途端突っ込んできたわね。普通にキルログ見てたのかな。せっかくの PE8 を捨てて戻ってくる羽目になったぜ。まあ言ってもしょうがないし、北の要線から狙撃していくか。チャーチル7の方針破壊ね。これでしばらく反撃できないし、右のビルベルビンと狙ってみるか。はい、撃破。正面にカーベイ2がいるわね。一旦右側を索敵して、そろそろ出てきそうだから狙っておくか。カーベイ2撃破。ここの要線ってほんと強いわね。まあ、ここの要線を抑えれば B の側面と、北側から B に入ろうとする敵を狙えるからな。一気に敵の動きを制限できると思うぜ。キルストの戦果は2両だけね。はい、また方針割った。さっき修理してたチャーチルね。それじゃ向こうが修理する間に移動して、もっとキルを稼ぎに行くか。ということで、A 拠点北の要線にやってきたぜ。ここならさっきの場所よりも狙える敵が多いわね。M10 はカスダメだけか。少し横偏差が足りなかったわね。右の PVKV2 が結構怖いな。不覚14度だっけ、結構無理な姿勢からでも撃てるわよね。一回下がられちゃったから、とりあえず3号倒しておいたぜ。あそこの M10 はいけそうね。はい、撃破。やっぱり威力高いわね。中戦車サイズの戦車なら、ちゃんと抜けばワンパンだぜ。M10 撃破、一瞬迷ったわね。まあな、火力の高い方から落としておく判断にしたぜ。チャーチルなら頭一発抜かれても大した損害じゃないものね。向こうはカスダメなのに対して、こっちは頭抜いたら砲塔内壊滅。やっぱ策略って大事だぜ。キルストでチャーチルを爆撃しようと思ったら、味方のラングエイが仕留めてくれたな。他に投げた爆弾はしっかり刺さったわね。ついでに M10 も撃破でトリプルだぜ。あとはシャーマンファイアフライを撃破して。
ノーデス17キルで試合終了だな。ということで、今回はキトに乗ってみたわけだけど、使っててどうだったかしら。結構前に BR が 4.3 から 4.7 に上がってしまったけど、ちゃんと立ち回れば普通に強いぜ。同格で似たような感じの抽選者に 45H 型があるが、あっちよりは乗りやすいと感じたぜ。日本の 4.7 にはこれともう一つ、量産型キトがいるから、あっちもいずれ動画にしたいと思うぜ。ということで、今回はこの辺で終わりね。最後に、昨日アップした90式戦車の動画ですが、実況動画で初めて2000回再生を超えました。ありがとうございます。90式戦車の強化について少し語っているから、まだ見てないよって人はぜひ見てほしいぜ。それじゃまた見てくれよな。